You're listening to Shibuya Cross FM. さあ始まりました、ラッキーボイス編集部メイドイン渋谷ということで、パーソナリティを務めさせていただくのは僕たちラッキーボイス編集部メイドです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。ということで、しゅんちゃんユニット紹介お願いします。はい、僕たちラッキーボイス編集部メイドはラッキーボーイズパスという雑誌を自らも作りながらアイドル活動をしようというユニットです。はい、ありがとうございます。慣れたもんですよ、本当にね。じゃあ番組紹介、カツピお願いします。はい、この番組は流行の最先端、渋谷からラッキーボーイズ編集部メイドが巷で流行っているものなど最新情報などを発信、さらに目標としているゼップ東京でのワンマンライブに向けて多くのチャレンジをしていく番組です。ハッシュタグはハッシュタグメイドインカタカナで、メイドインで渋谷、漢字で渋谷でお願いします。ちょっと分かりにくいですけど、よく頑張りました、はい、ということでですね、毎月第3日曜日14時から14時50分のこの時間はですね、ラッキーボーイズ編集部メイドがこの渋谷から元気を振りまきます。ということで、まずはメンバー紹介いきたいと思います。じゃあ僕からいきます。はい、関西時間のツッコミで爆笑いただきます、メイドのしゃべくる王子、マッツンこと松岡私です。マッツンで呼んでください。せーの、マッツン。ありがとうございます。じゃあしゅんちゃん。はい、やる気大本気大みんなの末っ子大ハッピースマイルをお届けします。緑担当の水田俊大です。しゅんちゃんって呼んでください。せーの、はい、しゅんちゃん。ありがとうございます。はい、カツピ。はい、青い稲妻ことラックユーのレスは青い稲妻のごとくすごい速度で、去っていくおっとり刀のスイートナルシスト杉本勝久です。カツピって呼んでください。せーの、カツピ。勢いどこ行ってん急になんで青い稲妻でちょっとつまずくんや。はい、ザキ。はい、黄色い閃光こと、青色担当の野崎ひろとです。せーのって言ったらザキって呼んでください。せーの、ザキ。ありがとう。まあ絵は後で。ユーマ。はい、真っ赤なポルシェに乗りたい、キラキラ笑顔振りまきたい、関西ゲストの全開アイドル赤色のビーマです。ユーマって呼んでください。せーの、はい、ユーマー。ありがとうございます。真っ赤なポルシェ、ありがとうございます。中森さんね、青い稲妻も歌ってほんだ、うん、青い稲妻が僕の攻める。声ちっちゃ僕の攻める。今日むっちゃ声ちっちゃいやん。え、楽屋でうるさかったのむっちゃ今日。嘘、ほんまやん。なんだっけ、うん、うるさかったね。いや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 、青い稲妻からどんどん近くなった。なんでなんか違うかったん自分の中で。うん、なんかね、うん、なんか滑りかけてる。いやもう滑ってる。まだ気づいてない。まだ気づいてない。急に青で行ったから、うん、ダメよそんなんしたら、うん、ダメよ、ダメ、ダメ。失敗しました、すみません。さあということでね、昨日からですね、店舗の方でのリリーベも始まりましたけれども、ね、はい、どうですか、うん、皆さん店舗。いや僕個人的にはもう久しぶりの、うん、このリリースイベントで、うん、はい、なんかやっぱ店舗で暴れられるのは嬉しいです、うん、ライブハウスだとね、うん、ちょっとやっぱりファンの方だけになるけども、うん、やっぱああいうところはね、うん、初見さんとか気になってもらえるようなパフォーマンスするのでね、ちょいちょいはちょっとお猿さんが出てきましたが、お猿さん出てきたね、登ってたね、柵登っちゃったんだけども、柵登りかけてたもんな。そう、ガチャガチャ柵をな。ガチャガチャ柵をね、ガチャガチャ柵な。だからちょっとまあこの6月のね、 CD の発売までリリーベ頑張っていこうかなと思います。そうですね、はいはいはい、今日もありますからね、はい、今日もね、池袋の方でありますから、皆さんよかったら来てください。はい、無料ですのでね。そうです、観覧、はい、無料やからな。無料、うん、見るだけでもね、そう、本当に、うん、お願いしたい。名刺も無料でもらえるから、ね、そう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 、ね、ないで無料。無料、ガチャガチャ見れたんや。無料すな、そう、ね、昨日ガチャガチャ見れたんやで。そんなガチャガチャ引っ張る話じゃないよ。あ、そう、あ、なんかちょっとガチャガチャ好きやけどな。ついででいいんでね、んついででガチャガチャは毎回ないよ、うん、うん、毎回やからな、毎回はないよ、うん、まあよろしくお願いします、ね、ということでね、この後ですね、皆様の克服したいお悩みですね、ちょっと久しぶりちゃうお悩みは、うん、この前違うかったしね、うん、メイドが解決しますの で、ね、メイドの公式ツイッターにペンネームお悩みを書いてリプか DM をお送りください。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ早速いっちゃいますか、お悩み相談の方もね、はい、はい、ではいきます。メイドの悩んでる場合じゃねえぞということで、このコーナーではですね、視聴者の皆さんからいただいた、苦手や悩みをメンバーが相談に乗って、アドバイスしていこうというコーナーでございますけれども、はい、今どうですか。
来ております。はい、おおほうほう、いっぱい悩んでおります皆さん。行こうよ、まあ春やからな。早速いきますかね。はい、ということでペンネーム松岡さん。え、最近道端に生えているキノコを見つけると食べれるか気になってしまいます。うんうん、どうしたらいいでしょうか。今日見つけたキノコの写真も送りますねという感じで、ね、キノコの写真が来ておりますね。こうやってね、いやほんまに生えてるやん。すごい、え、はい、どこ歩いてんねんって突っ込むの、はい、やばいやん。ガチキノコや。本当にキノコが生えております、なるほど。ほんで何やっけ、ペンネーム松岡さんです。ペンネーム松岡さん。あなたでは、俺なわけあると思う。ドイツや。あなたではないと。なアスファルトに生えてるキノコ珍しすぎるやろ。お母さんと妹じゃないの。お母さんと妹だったら独特的にいじる。可能性ある、可能性あるよ。じゃあ身内が身内いじんなよ、じゃあそれは。で、あの何やっけ、悩み、食べれるか。道端に生えてるキノコを食べれるか気になってしまう、ね。ああ、でもさ、食え。でもさ、昔の人ってさ、どうやったんだろうね。一回試してみたのかな。食べてみたんでしょ。やばくないそれ。確かにね。普通に死ぬかもしれないじゃん。うん、だから俺ね、カニとかもさ、うん、エビとかも考えんの。これを食べようと思った人、分かる分かる分かる、すごい。あ、うん、確かにな。だクモみたいな、甲羅だもんね、うん、外側は。そう、うん、誰がカニ味噌うまいって言い出したの。、ね、確かに。本当そう。あと最近気まぐれクックが好き、 YouTuber。 あ、やっていく。知らない。マジで面白い。見せられたわ。え、動画見せられたわ。そうそう、見て見て。ラッキー。どんなえ、だから魚さばいていくの。前はマンボウをさばいてたの。そう、マンボウとかを自分でさばく。そう、ほんまにそんなもん。あと、ほんまのマンボウの大きさそんな。え、でかかった、ね、でかいでかい、そんなもん、正解、それはね、こうやって腐って、そう結構グロテスクなんだよね、ちょっとね。あと生きてるのエビとかも巨大過激なやつね、ちょっとやるとか。ちょっと苦手な人は苦手かもしれないけど、うん、俺ちょっと好きなのよ。あ、そういうの、それが、うん、なるほどね。魚系好きだから、ね、うん、魚顔は好きだよ、だから。勝手に魚顔の人だ。魚顔のすごいじゃん、山の幸の髪型と顔は海の幸。俺コブダイ、コブダイ、山の幸、取り放題、すごいすごい、取り放題、食べ放題、食べ放題。食べ放題わかるけど、飲み放題なの。飲み放題言ってないよ。言ったやろ今。いや言ってないよ。言ってないよ。いや違うねんけど、悩みからかけ離れすぎやねんけどな。でもとりあえずさ、うん、焼けば大丈夫なんじゃないの。そう、焼いて食うけど。マジで。あ、焼いてもらってね。焼けばね、多分やばかったら痺れるやろ、うってなるやん。生は危ないじゃん、ね、やばいやばい絶対。焼けば、焼けばいけんよな。ダメやろ、俺ら責任取れんから。死んじゃう、それで OK して食べて死んじゃったら。自己責任で口の中入れて食う。気になったらね、やっぱね、食べてみるべき。そうや。あとも、今もう俺らに聞くより、それはあのサイトで調べた方が出るんちゃうから。まあ確かに、確かにね、道端キノコ、うん、道端キノコ、何ですか、うん、あとヤフー知恵袋とかで消せばいい、聞けばいい、ヤフー知恵袋とかで、ヤフー知恵袋で聞けばいい、で聞けばいい。そう、それが一番のベストアンサー。まあ、その前になってもらいます。道端キノコって言ったの、道端キノコ、写真で知恵袋で聞けばいい、それで。そしたらこれは食べていいですよとか、これなんなら美味しいですよとか、解決や。なんや、ふざけた答えしか出してないくせに。さあ、続いてのお悩みいきましょう。ペンネーム、今日の占い2位の女さんでございます。メイドの皆さん、松岡さん、こんにちは。こんにちは。最近、推しに好きって言っても足りないくらい好きなんですけど、どうすればいいですか。メイドの皆さんと松岡さんは何て言われるのが一番嬉しいですか、教えてください。おお、名指しにされると多い。よ、ドビー、俺が一番面白い。ドビあんま知らんやろ、だからあんま知らん、覚えてないもん。ドビー、暗闇におることしか知らへん俺、うん、あと最近マッツンさ、あのさ、うん、スノーでさ、こう編集されるさ、こういう顔にする。自分でしょ、聞く。多分今聞いてる人誰一人何も分かってない。スノーでさ、加工されるあるじゃん。それ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 、まあ、いじりすぎやろ。偏差値382のブスが。おい、おい、なんで俺それに負けたんだ。ドビーより引くねえぞお前。おい、ふざけんなよ。お悩み相談送ってこいよ。偏差値82高いぞ。でも何で、なんだっけ。だからお悩みだとすぐボケない。あ、お悩み忘れるでしょ。いや今日チェリーパーティーいないからさ、いつもいないよ。いいると思うな。いつもおらん。どこにおんねん。月一しかおらんよ。お前何、あ、推しに好きと言っても足りないと。はいはいはい、まあ、好きも含め、そのメイドの皆さんと松岡さんは何て言われたいですか、ほら、何て言われるのが嬉しいか。もう大喜利にしか聞こえなくなってきてる、病気やねん、もう多分。何て言われるのが嬉しいですか。いや、もうでも伝え続けるのが一番じゃないの。そうだね、こちらとしては。え、だから何て言われ、伝えてられたいのって思ったことそのまま、なん か好きやった、好きドビーとか、ドビー好き、ドビー振りになんねん。好きドビー、ドビー好き、ドビー好きはあのいじってるやん。あと
あんま知らんやろ。えあなたはこいつ絶対知らん。ドビーあんま知らん2人が意識取るから。ハリーポッター、ここやったら分かんない、分かるやん。しゅんちゃんも多分分かるやろ。ドビーハリーポッター分かる、分かるよな。いや俺も顔は出てくるんで、うん、こういうやつっていうの、うん、でなんかポッターの近くにおったのも分かるけど、ハリポタじゃないハリポタでもないよあれ。えハリポタだよ。えハリポタ、ロード・オブ・ザ・リングにも出てくるけど、それ違う、それ違う。こっちはポッタ、お前こっちはポッタ、高ぶりしとんの。にわかやな、おい。そうなの、ドビーって。なんやねん。いや俺知ってる程度言われたけど、俺知らんからね。そうやね、マルフォイ、うるさいね、マルフォイ。裏切り者、こっちやろ、マルフォイ。俺、マルフォイ。確かにね。マルフォイ、これを。最近、なんかいろんなやつに似すぎてて嫌やねん。進んでないから、お悩みが。みんなも考えよう。しゅんちゃんは僕ですか。何が嬉しいですか、言われたら嬉しい言葉。でも、あのメイドに入るまでは、うん、可愛いって言われる率が高かったんですけど、うん、メイド入ってパフォーマンスをするようになって、うん、なんかかっこいいって言われてめちゃくちゃ嬉しいなって思ったので、かっこいいが嬉しいです。かっこいい、確かにかっこいい嬉しいよな、うん、パフォーマンス中、うん、パフォーマンスにおもろいって言われたらちょっとちゃうもんな。だってまあね、面白い、まあ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 、俺おもろいでもいいかな、突き抜けんなって突き抜けんなって。だからちょっとさっき喋ったけどさ、うん、面白いのが嬉しい。まあなんかその状況によるけどな、俺も面白いがいいけど。まあ確かにあのさ、収録とかでさ、シーンとなってるとさ、やりづらいよね。収録とかあとシーンとさせてるかもしれない、こっちが。あ、そっか、こっちが確かに笑えとは言えないもんね。そうだよ、まあこっちが笑わしに行かないといけないんだよな、そういう時は。あのね、この間の先取りボーイズの収録はもう全員が色モネ屋の最後の人ぐらい笑わんかったからね。確かに笑ってたまるかぐらい、びっくりしたよ。だから俺らからの景色全員こうそうそうそう、もうほんまで無音やしさ、うん、あそこやっぱ収録中はさ、ね、そうそうそう、震えましたね、震えましたね、久しぶりに頭痛がしましたけども、はい、ザッキーは何がいい、僕はそうだね、何が嬉しい言われて、やっぱ安心するとかかな。なんか待って、ああ、うん、安心する、やっぱこう行って特典会とかで安心する、ザッキー安心するやっぱザッキー安心するこれね、声低いからこれ周波数的にね、うん、安心する声なんだって。あ、初見怖いけど、うん、イルカみたいなこと、そうそうそう、この声になれると。カツキはやっぱ新鮮でね。なるほど、どう、カツキはもうあるしかないやろ今は。あー、そうだね、やっぱ女性からはそうかなって思う。かっこいいがいい、うん、だ、男性からは、男性からは面白いがいい、面白いがいい、うん、男性からもかっこいいって言われるのも嬉しいんじゃない。あ、嬉しいけど、うん、なんか気を使わせてんのかなとか。ニヤニヤしてるやん超嬉しい。いや嬉しいけどね、うん、だけど一番ではない。うん、面白いの方が男性からはいいかな。まあ、おもろしろい、かっこいい、定番だね。おもろしろい、おもろいとね、おもしろいが、ね、他ある、関西人だからね。他、まあまあ、おもしろいは鉄板、ね、鉄板に嬉しいかな、うんうん、まあそうだね、おもしろいは俺ら結構おもしろい系でもね、売ってるもんね。そのバラエティーじゃないと、メイドね。確か俺ね、知り合いにね、メイドって何をあれにしてるのみたいな、売りにしてるのみたいな、ダンス、うん、歌どっちって聞かれて、うん、いや、どっちでもないな、あのバラエティーやなって。なんでそうな、俺もちょっとそうなるね、うん、なんで関西弁なの。あ、バラエティーやな友達関西人なの。いやいや、普通に普通の純日本人だけど、あ、まあかっこいいとかね、好きは嬉しいよ ね、 いね、そうやな、シンプルに好きとか、うん、ストレートがいいってことやな、うん、結局だからストレートに、うん、まあね、そう、思いの丈をね、ストレートに続けてください、うん、嬉しいですね、うん、はい、解決してますよ、はい、確かに、はい、いきます、ね、まだまだ来てますか。はい、続いて行きましょうよ、ベンネームスタバに住みたいさん。あ、はい、いいね。メドさん、こんにちは。こんにちは。4月から職場が変わり、バタバタした日々を過ごしています、うん、自分に余裕がなく、お仕事も、はいはいはい、思うようにできず、永遠に負のループを繰り返しています。あら、負のループ脱出方法を教えてください、という。負のループ脱出方法、なかなか深い悩みやで、これは。忙しい中ね、でも、うん、あれじゃない、事前にスケジュールを組んどくとか、うん、今日はこの時間までこれをやって、うん、この時間はこれやるとか、一番せん人や、え、一番せん人や、一番せんスケジュールそうやん、説得力ないな。さっきも内容言われへんけど、朝からの行動全部ちゃんとしていや、説明したじゃん、だから説明したい、俺はこういうことがあって遅れるよって遅れますよって、遅れる宣言するのよ朝早起きてるくせにな、ね、でも俺が普通に今日ね、遅れると思って、うん、もうあと2分だと思ってそこだったの、うん、で、めっちゃ走ってたらザッキーが普通に歩いて普通に別に大丈夫だろ、2、3分だと思う、そこら辺ですよ、そこら辺、本当に。いや、でもね、でもね、あのね、ユーマは遅れるときちゃんとコンビニ行ってきますっていうね。
あ、何かしらちゃんと理由がつくねん、うん、でしゅんちゃんは絶対誰かしらとするときいんねん、連絡ないときな、あー、そうね、あ、で俺は30分前に来てんねん、うんうん、2人は何もだよ、まあ、ないかな、いや、ほんまに、ある時ある、ザッキーはね、不安にあるのね、だから、そうそうそう、わかるわかる、前回があるから、そうだね、寝てんじゃねえのかっていう、まあ、全然大丈夫、俺は前回あるしな、うん、一回フラフラフラーってここ本番中入ってきた時あって、うん、30分ぐらいしてからバーって入ってきた時あったね、こんなんで来たよ、ドビードビー、いやーもう受けへんから、なんでみんな受けないの、おーい、俺見てその顔でこてつらなかったね、悪いところが、あなたが好きなのは連発しすぎて飽きるの、あー飽きんの、俺こっち見てやりたいの、飽きちゃうのよ、みんなが、面白いのにこんなに統治法使うな、ここでも君だけや、変な統治法、で負のループが抜けらせないと、はいはいはい、難しいな、まあ、一発だからいつもと違うことするとかもあるじゃないですか、あ、そうだね、リフレッシュにさ、うん、散歩するとか、まあ、ちょっと外出てみるとかもそうだけど、だって時間ないんだよ、だからその隙間時間ちょっとなんか違うことしてみるみたいな、いつもは例えばご飯食べてる時間をやめて、ちょっと外歩いてみるとかさ、時間がないとは言ってない、言ってない、うん、忙しすぎて、やのになんかスケジュール組んでみたらって言い出したから、でお仕事が変わったからバタバタしてるの、うん、で自分に余裕がないから、余裕がない、働くお仕事も、うん、その誰かを応援する推し、うん、お仕事も思うようにできないっていう、うん、そういうことは、余裕持たせたいならね、一人旅がおすすめですよ、旅ね、そう、マイペースに何でも自分のあれで決めれるから、でどっちもしない、なんか別のことやるのは大事だよね、うん、そうやな、ね、だから一回休んで、この選択肢と違うところ一回やるみたいな、な、うん、これはいいんだ、だからしゅんちゃんもどうなんよ、だからさ、学業とさ、今これも一緒にやってるやん、うん、はい、でどっちも忙しくなるじゃん、そうそうそう、はい、ってなったら、なんか昨日の夜とかだったんですけど、うん、僕もう学校歌じゃなくて好きな歌をずっと歌うっていうことをしました、うん、あ、なるほどね、うん、リフレッシュやね、やっぱリフレッシュやな、うん、なるほどね、挟んでみるとかね、うん、そういうことだから俺らがね、リフレッシュできるようなことをね、常日頃から定期ライブとかでできれば、うん、一番ベストだよね、お、まとめに来たぜ、あとはよろしいようで、なるほどね、いいぜいいぜ、さあ続いていきましょう、はい、大丈夫ですよ、手を出してください、はい、はい、ペンネーム野崎が着飾るには理由があるさん、おお、じゃあ俺じゃないね、お悩み、お金のやりくりが苦手です、後輩や年下と二人でいる時などカッコつけておごってしまいます、お、本当はお金がありませんどうしたらこのキャラを保ちつつでもかっこいい大人を演じられますでしょうかっていうお悩みですね、なるほど、難しいですね、カツピはどう思う、これ、いやー、どう思う、何これ、お金がないんだよね、うん、そっか、なんだろうね、副業副業はい、最近YouTube で出てくるんだよね、副業をしようみたいな、副業しませんかみたいな、スキップしないでください、そう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 、でもやっぱ男なのか、うん、後輩とか年下がいたら、うん、怒ってしまうらしいのよ、へ、うん、まあ、まあ、お気持ちは分かるけどな、うん、分かるね、お金はないけど、うん、なんか怒っちゃうみたいなね、遊戯カード売るしかないか、ないや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 、え、もう売ったしな、俺の話じゃないから、なんで俺の話だって分かるんですか、あ、これなんか横で DM 言ってるか、違うかいやでもさ、分かる分かる、なんかお金に余裕ないのにさ、うん、TCB のお誕生日とかお祝いしちゃうよね、あ、知ってるね、知ってたね、うん、ね、ちょっとギフトカード送っちゃうみたいな、ね、ちょっとね、やっちゃうよね、うん、でもここが、まあそれで言うとここ2人はずるいのよな、今な、あのプレゼントの仕方がな、ずるいよ、本当に、ちょっと言って俺は、ね、聞いてください、 TCB の、竹内よしき、よっぴに誕生日当日にライブが一緒だったから、俺はしっかり準備をして、そうそうそう、よっぴの好きなラムネをね、いろんなセット、いろんな味だった、それを準備して、ごめんね、ごめんね、お菓子のラムネ、お菓子のラムネをセットで準備、事前に準備して当日に覚えてたから渡したの、それを見て、あ、よっぴ今日だって言って焦って、2人はそれより上の1000円以上のギフト券とかをあげるのよ、そう、そっちの方が嬉しいやん、なんか、いや俺でも気持ちは阿部ちゃんの上だよとは言っといた、ヨッピーに、いや、そう、事前に阿部ちゃん事前に、そう、じゃあ阿部ちゃん事前に用意してたよって、後出しでね、上行くのよ、そう、いやでもあれはしょうがない、あれはね、だってでも俺も一応カレンダーに入れといたの、ヨッピー誕生日、ラックユのあれと同じ誕生日だってファンの人から聞いてたから、うん、そう、でも俺は忘れてた、あー、そう、カツピは、え、俺は普通に阿部ちゃんに聞いた、ヨッピー、あれ聞いたよね、よっぴー誕生日いつだっけって、うん、あ、当日だよって言って、そうそう、当日だよって聞いたから、ギフト券をもう持ってたもん、あ、持ってたの、入れに入れといた、
そうそうそう、だから後出しじゃんけんこの人だけだ、俺だけや。まあでも俺ホタルイカの、また記者会見開いて謝るんかい。ホタルイカの炊き込みご飯作るって言っといたから。知らん、シュガーゲームしといて、あ、米をね、それでもらうんだ、ちょっと。あー、俺ね、俺食べない。今、ミキシャで、はい、もう食べるよ、それはもちろん。食べるよ、もちろん。じゃあ、続いて最後の、最後行きましょう、お悩みいきますね、うん、はい。ペンネーム、青ジャケットさん、野崎やん、ジャケット、はい。お悩みです。どうしても衣装の一部を忘れてしまいます。どうしたら忘れられなくなりますかっていうお悩みが来ておりますね。あちょっと後でいじるわ、うん、できております。来ておりますけど、はい。どうしても衣装の一部を忘れてしまいますと、はいはい、うん、なるほど。どうしたら忘れられなくなりますかという、まあ、実は俺さ、うん、気づいてない人多いと思うんだけど、うん、俺それこそこの前のパームスの時にユーマには言ったけど、俺紐忘れてんのよ、ここのカラー衣装のベルトね、ベルト忘れてんのよ、はいはいはい。結局忘れるってことはさ、いつもと違うとこに置いてるか何かしらの原因があるわけやんか、うん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 、俺あんま忘れたりはせえへんけど、うんうん、で青ジャケットさんは結構なんかネクタイ忘れたりとかさ、うん、まあ、今日はさすがに忘れてないと思う。ザッキーはどう思う、うん、ザッキーはどう思う、この問題について。いややっぱ普段の行いがあんま良くないのな。なんで忘れちゃうんかな。やっぱね、マッツーも言ったけど幼稚園の先生でしょ。マッツーも言ったけどね、なんかそのループがないんだろうね、ルーティンがないんだろうね。あ、なるほどね。物を持ってくるという脳みそがないの、うんうん、ールーティン、ルーティン。そう、なるほど、ね。じゃあどうやったら解決するかな。言い方な。ねまあ俺人のこと言えんからどうなんだろうな、うん、とりあえずじゃあカメラに向かってなんか一言言っとく。そうやな、ザッキーは、うん、こちらのカメラに向かって、こちらのカメラに向かってザッキーが一言言ってみ、うん、お願いします。ね、やっぱね、聞いてるみんな。えいいよ、はいよ、大丈夫ですか。はい、本日、ネクタイをお忘れになってしまいました、青ジャケットの野崎ひろとです。本日誠に2度目の失敗ということで本当にすいませんでした。さあ、ということで質問は1人1個でお願いしますね。はい、はい、ということでね、いや今ましたね。さあ、ということで、はい、今日も、青色ではなくなるということで、はいはい、探していきます。締めくくりということでございます。あります。ということでね、はい、ちょっとね、歯切り悪いですけども時間が来てしまいましたので、コーナー終わりたいと思います。ということで以上、メイトの悩んでる場合じゃねえぞーでした。それでは1曲聴いていただきましょう。ユマ、曲振りお願いします。はい、それでは聴いてください、シンデレラ。ロマンスの音が聞こえたらいつもの日々にさよなら行こうよ、夢の場所へ。ガラスの靴に履き替えてカボチャの馬車でアバンチュー時計の針は止めて、二人じゃクリア踊り明かそうよ心のまま、全部任せてよ大丈夫、歴史も測れない、でもねこれだけは分かってる、永遠の愛、信じられないくらいの時を見に浴びちゃう、欲望の森で迷ったら見つけ出すから、必ず小指の糸たどって、震える君を捕まえて抱きしめましょう、タイトル夢から覚めるように、気づいてないでしょう、もう奇跡の旅の途中なんだ、僕が連れてくよ想像を超える
た瞬間からこの物語はヒロインさ、おとぎ話でも描けないハッピーエンドにしよう。僕は君だけの王子様だから、そう君がシンデレラ、世界一幸せになれる魔法にかかってる。明日の天気はわからない、宇宙の歴史も測れない、でもねこれだけはわかってる、信じられないくらいの時を君にあげちゃう。はい、ということで聞いていただきましたのはシンデレラでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いてのコーナーです。ゆうまお願いします。さあ行きましょう。メイド生自撮り対決。どういうこと？はい、なんとですね、昨日一昨日からですね、はいはい、リリースイベント始まったということで、はい、まあアピールをねどんどんしていきたいんですけども、うん、そこでやっぱりまあツイートっていうのをねどんどんしていこうというので、大事ですね。そうそう、アピールしていただきたいので、こちらなんだっけ、自撮りを1分で撮って、うん、それをツイートして、うん、もういいね数、はいはい、これがいいねが多かった人が1位、はいはい、優勝。いい、ね、リツイートじゃなくていいね。リツイートはなんだっけ、前もやったよねこれ、なんか2ポイントとかだったけどリツイートは、うん、そうやっけな、いいね数めんどくそうやっけ、ね、いいね数にしよっか、いいね数にしよっか、いいね数、うん、が1位だった人、こちらが優勝ということで、はい、はい、今回なんと僕から景品も用意してきてます。あなたからあるんですね。俺からある。カッツピが買った場合はカッツピが自分でそれを回収する、戻ってくるだけ、まあ、戻ってくるだけ。なるほどね。そうそうそう、カッツピは阻止するってことで、阻止、うん、そう防衛しなきゃいけない、うん、防衛せんな、一人だけ、はい、意気込みが違うな。そうだから今日のね景品はなんとこちらです。でれん、汚っくしゃくしゃ。ヨッピにもあげた丸いの1000円商品券。いいんすか、こんな自腹、はい、いいね、こちら自腹を切ってプレゼントいたします。いいね、はい、切りすぎやろ自腹。メンバーから景品ってあんまないよ。気使うで俺グループ使うとき。いやいやいや、もちろんみんなには本当にやっぱりアピールしてもらいたいし、うん、自分を、はいはいはい、でメイドがやっぱ上がっていくじゃん、いい写真撮ってあげたら、そしたらもっとねリリースイベントをもっとさ上がってって、マジで、うん、やっぱやる気出させるためにはこういうのが必要ですね社長。罰ではなく景品、はい、罰ではなく景品が必要です。アメとムチね、アメとムチ。そうそうそう、やる気を出させるには、ね、これです。なるほど、ね、勝負だ。あんま掛け事よろしないけど。あそうだ。え、ってことは今から写真を撮っていくと、で皆さんの前で生自撮りを撮って、はい、それをあげると、はいはい、うんうん、ちょっと恥ずかしいけどね、うん、恥ずかしい気持ちを。どうする、時間と決める？で1ツイートでしょ、1ツイート。それはもうそれに絞ろう、うん、ただしかも、うん、そのツイート内容とかはどうする、決めとく。もうハッシュタグ、うん、楽遊メイドだけにする、いやリリースイベントも入れてほしいな。あ、メイド、たあのユーマが考えたメイドのリリーベ、あーリリーベの2つを入れようか。じゃあオッケーオッケーオッケー。あ、自撮り対決入れる、あ、入れとこ入れとこ、なんか急に自撮りかけてこう、あと文は何でもいいよ。オッケーオッケー、あ、それはいいん、うん、分かった、よし。じゃあどうする、じゃあもうちょまず写真をね撮る時間がいるよね。え、これはどうするの、ね、これは何のアプリでもいいの。あ、いいよ何でも。時間、そうやね、撮る時間決めるか。時間はだから1分撮っちゃう、1分とかにするか。1分あれいけるか、うん、じゃあもういくよ、30分スタートの31分まで、ね、やばい、ザッキーのさ携帯大丈夫、よいスタート。この感じむっちゃ未来でー、一回全員後ろ向いてもらって、これとりあえずバンバン撮ってって。確かにね、バンバンバン、うん、邪魔した邪魔した邪魔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 してきたよ、これ限定じゃないか、限定限定よこれ、キノコ、あ、やばい。あーちょっと
こういう風にね撮ってますよいつもみんなは。こうやってね。これさ、これさ、春写真は1枚？1枚、あー、1枚するか。1枚ね。1枚するか。終了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 はい終了終了でこっからまずさっきともツーショットしか撮れてないじゃあ写真を選別しつつツイートを準備しましょうかね。うわよろしくないぞ。一個ね。うわちょ待って俺マジでザッキーのやつとあと一個しか撮ってないねんけど。やばいやんルール違反じゃないこれ。こっちとこっち。イエーイ。押せよ。逆にラジオなのにみんな黙っちゃった。逆にザッキーとの通称ありか。でもそれで1位だったらあれだよ。ザッキーと山分け？山分け。よっしゃ、500円。やばい、俺もザッキーちょっと入れてたんだよね。マジで。やっちゃった。うわ、いやもうシンプルピースにしようかな。マジ2個しかない。こっちにしよっか。じゃあ、ラクユーメイド。ラクユーメイド。メイドのリリーベ。リリーベ。自撮り対決。自撮り対決。でいいか。うん。対決。ラクユーメイド。なんだっけ。メイドリリーベ。メイドのリリーベね。うん、ひらがなだよね、メイドは。そう。メイドのリリーベね。リリーベ。自撮り対決ちょっとごめんなさいね。いやちょっと待ってね、うん、みんなね、うん、いいしゅっぽってしといてね。携帯だけちょっと更新しといてね。ちょっと無言の代わりにすぐツイートするのでしますよ。メイドのリリーベな。これ配信をご覧の皆さんもスタンバっておいてくださいね。配信の一番暇やろ、うん、これはまあもちろん推しに入れるもよしだし、うん、別に本当にいいなと思った5人にもいいし、ね、いいなと思った1人でもいいし、うんうん、まあメイクはみんな好きやから1個ずつ入れるやろな。誰とも目合わんかった。オッケーで、もうこれ文章どうしよう。文章むずいな。むずいね。確かに文章書かないっていう武器も出してもいいんじゃない。あーさあどうしましょうか。ツイート考えるのじゃああと1分、え30秒でいけそう。マジ35に出そう。オッケーオッケーオッケー、いいよ。あと1分な。俺一回下書きに入れるで。うんうん、うん、これ文章どうするか。フューチャリングよ。文章どうしようかな。フューチャリングちゃう。フィーリングよ。フューチャリングってフィーリングよね。いい天気やね。ほんまね。ラブリツってカタカナだっけ。ラブリツなんか入れんなよ。お前ルール違反や。 え何どっちなん、それハッシュタグで。違う普通の文章。あ、ラブリツお願いしますって、うん、OK ひらがなか。いや悩むよね。おお。あと30秒だよ、ツイートまで。えぐいほど漏れてないやん。ちょうど太く見えるとこやん。あと15秒。はい、ツイート準備お願いします皆さん。はいはいはい。ちょっと待って、これ誰一人ボケずにやってんのがおもろいな。いくよ。ボケた、はい、ボケたよかった。できた、4、ボケたよかった。3、2、1、せーの、ポイント。さあ、ツイートできたかどうか、できたかどうかじゃなくて、できたかどうか確認して。じゃあ制限時間は5分、はい、40分までにしますので。オッケー。40分までに皆さん押していただいて、それまでは僕たちはただの脱談を しようと思います、はい、そうやね。ツイートできた？オッケー。雑談しようと思いますので、はい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 、頼むよ。結果は見ないでね。はいはい、OK、はい。ちょっと待って。オッケー。さあ、いやーでも盛り上がったんじゃないの？どうなの？携帯 OK。 俺規制かかってんねん。俺規制かかってんねん。あんまりね見れるもんじゃないからね、僕らの。じゃあエンディングでね結果発表しますね。そうですね。まあコーナーはこれなんでね、この後も喋ることしかできないんですけれども。そうですね。一旦じゃあ
コーナーは締めくくらず告知とか言っちゃう？そうですね、一旦ね、行こうかね。はいはいはい、じゃあ一旦告知言っちゃいますか。ちょっと飛ばしますけれども、じゃあしゅんちゃん、はい、じゃあまず告知1個目お願いします、はい、僕たちが編集している雑誌、はい、ラックユーボーイズパスのバックナンバーもオンラインショップにて購入することができます、はい、詳しくはメイド公式ツイッターをご確認ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして2021年4月20日火曜日ですね、こちらソフマップオンライン配信がございます。ソフマップご視聴は無料で見れますので、初めての方もぜひ見ていただけると嬉しいです。こちら LINE ライブにてね配信をしております。ないです、4月ないです、ちょっと間違えた、えないです、ね、俺これ間違えた。20日にはないです。べ、ね、て嘘です。べてではないけど、これ20日嘘です。20日嘘です。あの、なので変更ある前に書いたんだ。そうですね、ありませんので。そうだね、じゃあ4月24、5の話をしてもらっていいですか、アザキ。はい、24、25、こちら名古屋遠征決まっておりますね。はい、はい、こちらね、ツイートの方に詳細ございますので、さっきあの、一昨日ほどに解禁されました。そうですね、対バンとね、はいうん、はいはいはい、はい、土曜日、日曜日、24、25、2日ありますので、まずはい、ぜひチェックお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、そのリリーベに関してですね、ミッションというか目標というかっていうのも、はいはいはい、掲げておりまして、それを今説明お願いします。はい、6月29日火曜日にですね、メイド初のミニアルバムを発売させていただきます。それに向けて一昨日からですね、予約 CD 予約が始まりまして、昨日から本格的に店舗さんでのリリースイベントが始まりました。で、CD の売り上げがですね、うん、3000枚ね、ご予約いただきましたら、うんうん、メイドにとって大切な新たな新曲、そして新衣装とワンマンライブの開催が決まります。3000枚ご予約いただいたらね、はいはいはい、そしてその上もう一つミッションございまして、うん、5000枚のご予約をいただきましたら、うん、超有名プロデューサーの方からの楽曲提供、これすごいから、楽曲を作っていただくと、だから5000枚た担当じゃない達成したら、その3000枚で達成した新曲が、はい、その有名プロデューサーの楽曲提供の曲になるはずでございます、うんうん、はい、で5000枚でミニアルバムで5000枚っていうのは結構な、ハードルで、ハードルでもあるので、値段的にも単純に1枚2000円でございまして、シングルにしたら1000円、はいはい、1枚でシングル2枚分になるので、うん、ほぼもね、換算したら1万枚分みたいなシングル、はい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 、っていう計算ならもうね、せっかくならね、素敵な称号もなので、はい、オリコン1位というね、オリコン1位、そうだね、その目標、これはミッションというか目標として、はい、やっぱり掲げたいなと、うんうん、せっかくメイドの名刺代わりにもなる、ほとんどの曲が入ってるミニアルバムなので、はい、それでオリコン1位を取り、5000枚達成し、はい、たくさんの人にメイドのことを知ってもらい、うん、その新しく出会った人たちと今いるメイクの皆さんと一緒にワンマンライブで、うん、超有名プロデューサーの提供楽曲の新曲新衣装で、そうだ、ね、やれたらなと思いますので、はい、ぜひとも皆様お友達を呼んでいただいたり、うん、知り合いを呼んでいただいたり、ね、告知なんかを SNS でやっていただけたら嬉しいです、はい、そして今たまたまご覧の皆さんもぜひとも都内中心にね、無料のフリーライブ、そうですね、今月から6月の方までやっていくので、皆さんよかったらお時間あるとき遊びに来てください。お願いします。お願いします。オリコン1位をね、はい、目指すんですけど、彼はマザコン1位です。はい、私が絶対マザコン1位、マザコン1位、チュースの仕方、おめでとう。はい、今日もいいから、ね、今日は新大久保でご飯食べてるよっていう6枚写真が来ました。さすが、行くなよ、行くなよ、行くなよ、探しに行くなよ、新大久保いるぞ、渋谷やろ、新大久保行ってから池袋行ける行ける行ける、行こう行こう行こう、はい、でこの後なんでお前吹きやもう、こんな感じかな、美味しい。この後18時半からですね、池袋のタワーレコード池袋さんで、うん、その無料のフリーライブがありますので、そちらもこの後一緒に、行っていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。では40分になりました。じゃあ結果発表します。はい、あ、もうじゃあこれも主催のカツビに見てもらいます。見れる、一人全部見る。ああ、そうか、そうする。ああ、そうだね、ハッシュタグででも見れるのか。いや、でも自分のツイート、自分のツイート、え、じゃあ誰から発表とかそういう感じ。誰でもいいよ。じゃんけんしょっか、じゃんけんする。いや、もう勝ったもんでしょ。え、自分のツイートを開いてね、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ。
したり、最初はグー時計回りでいいよ、あっこっしょあっこっしょあっこっしょ、はい、じゃあしゅんちゃんから時計でオッケーいきます。ではお願いします。しゅんちゃんのいいね数は18です。18いいね、18です。あれこれ短時間で僕ですね、はい、僕のリーネスはリーネスリーネスは24です。おお、ボーエスうんちゃんちょっと待ってはい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 、はい、じゃあザッキー、ザッキー僕のいいね数は24です。おお、2424です。いいねいいねいいね。怖い文章。怖い文章。文章後で読んでこう。俺見らん知らんかった。怖いいねして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 。それはそうよ。怖っ、うん。やっぱ物事はストレートに言った方がいいってさっき言った。なるほどね。怖っ。じゃあ松岡いいね数は29です。あーあー。え何番っけ？24。おしゃ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 。1000円。今増えたんだけど。え今増えた？25になったけど。あでもダメだよ。もうそう。1000円。さあ行きます。20万いるしな。私は1000円22 1000円えちょっと俺これな、覚えてる、夏の時のさやつでさ俺ベベ取って前のねオールナイト配信の時にねおにぎりなんか夜食がね夜食1個でヘロヘロなったの思いますリベンジ達成だね。うわー達成やな。ちょ早くかいくれ取れるもんなら取ってくれよくれてソロかよ。取れるかソロあげたんやということで、メイド生自撮り対決優勝はマッツーン。ありがとうございます。カツピから1000円の商品券が。ありがとうございます。あなたせよ身を込みしてね金ないのにせえよ顔真っ赤なってるやん。いや面白いんだもん。カスピこれで分かったやろ。負けたね。顔面偏差値なんぼかそれが答えやろ。はい、次からみんなマッツンに入れちゃダメだ。そうやね、調子乗るからね。今日だけ調子乗っちゃこう。ダメよ、俺リリビで甘やかしたら。はい、さあということでですね、以上メイド生自撮り対決でございました。はい、ありがとう。いいねしてくれた皆さんありがとうございます。ありがとうございます。さあ時間もかなりいい感じでございますけれども、今日の1時間ですね、どうでしたか皆さん。いやなんか月1やらせてもらってるけど、なんか毎回やるたびね感覚が早いのよ。早いね。あもうラジオか。わかるわかる。それで俺個人的にはなんかわかんない、いつからかわかんないけど、クロス FM の台本はカツピが書く流れになってて、そうそうだね。カツピの企画がちょっと楽しみだ。そうやな。いやだからそうだから本当に俺クロス FM さんとか無料で見てもらえるじゃん。でみんなこうやって来てくれるじゃん。でやっぱみんなのこの桜が大事なの。桜何ちゅうことやろ。桜が大事だよ。だってほら後ろにはほら来て見てくれ。今日リリーベありますからね。よかったら来てくださいね。いや違う、これがみんないなかったら誰だろうってなんないから。そうだね。みんなのおかげなの。みんながいるからみんな立ち止まって見てくれる。生きていけるだから。僕ちなみにね、去年の今頃に初めてメイド発表されたのよ。そう、それと同じジャケット着てきたの今日。ああ、髪色もこうやろ。確かに金髪でね。1年前の、そうそうそう、4月。そうで中のシャツも同じの着てこうと思ったけど、しわやって。ああ、なんか見たことあるなと思ったもん。確かに。はあはあはあ、1年前のちょっと個人的な立ちましたね1年ね。ということでございますけれどもね、まあ時間もそろそろいい感じでございますので、この後物販もございますので、皆様ぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは最後はメイドの1ページを聞きながらお別れです。それではまた来月お会いしましょう。ラッキューのメイド、1年で調子乗ったんちゃう。ちょっと待って、1回リリースするわ。1000円あるやん。それでや、それで浮かれとるやん。これ舞い上がってる。また浮かれとるんや。また噛む。うるせえな野崎。なんで今日なんで俺に当たり強いの。バカ野郎がよ。怖ー、隣なのに。さあ、ということで改めまして、尊敬してたのに。うるせえ、今締めようとしてたのがよ。今な、うるせえたのに。今な、うるさかった。尊敬してたのに。ということでって言ってんのによ。ほんと真っ黒が。あ、ごめんなさいね。誰が真っ黒。さあ、ということでラッキューの、あ、ラッキューのじゃないわ。やばいやん、もうやばいやん。俺いなくてもやばい。先取りボーイズじゃないのよ。先取りボーイズ。さあ、ということで改めまして、ラッキューボーイズ編集部メイドイン渋谷。ありがとうございました。また来月。ありがとうございました。体熱。ありがとう。体どうせって全部
しか隠していたマイストーリー不器用なデザインでもいい心のまま描いてみてその本のタイトルはノンフィクション自分次第さ戸惑いさえも抱きしめてあの日夢見て振り向くか